しく見学だてに不思議の国いろんなものを切り捨てて真っ赤な道を敷いていたそんなアリスは森の奥罪人のように閉じ込められて森にできた道以外に彼女の性を知る術はなし二番目アリスはおとなしく歌を歌って不思議の国いろんな音を溢れさせて狂った世界を生み出したそんなアリスはバラの花イカれた男に撃ち殺されて真っ赤な花を一輪咲かせみんなにめでられ枯れていく三番目アリスは幼い子綺麗な姿で不思議の国いろんな人を惑わせておかしな国を作り上げたバラの木の下でお茶会お城からの招待状はハハトのトランプ四番目アリスは双子の子好奇心から不思議の国いろんな扉をくぐり抜けてつい先やってきたばかり一番アリスに近かったけど二人の夢は覚め